初日12レース走られます、秋田の96期森沢選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。向こう町で落車があって、それの次ですね、前走が宮杯でしたけども、振り返っていかがでしょうか。そうですね、1走目なんかは向こう町の落車の影響があってすごくこう感じ悪かったんですけど、尻上がりに調子を上げていけて、シリーズ1着1着で締めくくれたので、今後につながるシリーズだったんじゃないかなと思います。途中先行するレースもありましたけども、そこに関してはいかがだったでしょうか。もう勘弁してもらいたいですね。すごいいい先行だったなと。流れの中で先行することになったし、やっぱりラインとして全滅するわけにもいかないですし、したんですけど、できれば先頭では戦いたくないですね。でも最初の方は落車の影響があって、後半は連勝ということで、今状態はもうかなり落車の影響もなく上向いてるっていう感じですか。そうですね、4走目5走目に関しては、ある程度こう感じよく走れたなと思います。初日なんですけども、北日本勢は森沢選手一人ということで、戦い方を教えてください。はい、いつもお世話になっている郡司君の番手に行きたいと思います。よく連携を見ますけども、やっぱりついていて安心感やありますか。そうですね、本当に強い選手ですし、レースにこう流れに沿って走ってくれてすごくつきやすいですし、前回の高松の県杯の決勝なんかのレースを見ててやっぱりすごいなっていうことを感じましたし、本当に信頼できる選手です。ありがとうございます。では最後に意気込みをよろしくお願いします。はい、一戦一戦全力で頑張っていきます。応援してください。